皆さんこんにちは、物販講師の黒沢です。私は海外から帰ってきた後によくドラムを叩きに来るんですね。本当にドラムってまともに習ったことないのでものすごく下手っぴです。ただ自分はずっとベースを20年以上やってきてるので、こういった音楽スタジオに入ると必ずドラムセットを置いてあるじゃないですか。でそれがすごく興味深くって、ポコ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 自分の好きなように叩いていたっていう流れなんですね。海外から帰ってきた後って日本を客観的に見れるだとか、あとは自分について改めて今後について改めて反芻咀嚼できたりもしますし、海外に行ってその海外という場所自体の刺激っていうのを受けて頭もリフレッシュしたりだとかするんですけど、その反面海外のすごい刺激物、海外という刺激物から帰ってきて、普段のまあお仕事されてる方であればサラリーマンの方であれば月金とか月同の仕事に戻って、その中でまた物販に兜の尾を締めて臨んでいかなきゃいけないっていうことがあると思うんです。でそういったタイミングで2個3個何かしら自分自身をリブートすると言いますかね、改めてその海外の刺激から戻ったある種のネガティブ刺激みたいなものをわって払拭するためのいろいろな自分なりのね試行錯誤っていうのが必要になってくると思うんですよ。とにかく個人的にはこの海外に行くっていうのが中国であろうがタイであろうが、まあ、特に物販のことも考えるとね非常に楽しいし有益だなって思うので、個人的にはやっぱり日本にいる頻度は少なくなっちゃうのかなって思います、今後は。ただねやっぱりうちの母も高齢ですし、96歳のばあちゃんもいますから、そんなずっと海外に住むってつもりはなくって、結局自分がお金を稼いだりだとかコンサルティングをやっている大きな理由の一つっていうのは家族を幸せにしたいっていうことですからね。やっぱりその母親がね、やっぱ年取ってだんだん寂しくなっていく、特にうちの親父がすでにも亡くなってますからっていうのも考えると、その海外に入り浸るってことはしないんだけれども、頻繁に行ったり来たりフットワーク軽くできるようにしたいなって思うし、そこまでね自分みたいに極端な話ではなくっても、まずは徐々に海外に半年に1回でもいい、まあ1年に1回でも行けできれば半年に1回ぐらいのペースでね、杭州タイだとかそんな感じで行けるような人生を皆さんと一緒に歩んでいけたらなって思うんですよ。やっぱりサーフィンって一人でやっても楽しいけど、みんなでやった方が楽しいんですね。それと同じように物販っていうのも、私一人で中国行ってもタイ行ってもそれはそれで楽しいです。今回現地で何人かね友人っていうのが作れて、本当に毎日やり取りしてるんですよ。だからそれもそれ楽しいんだけど、やっぱり生徒と一緒に行って物販セラー目線で、かつ同じ物販業をしている仲間目線でいろんなことを話して、日本人目線で周りの世界を見ていろんなことをああだこうだ言ってるのが一番楽しい。だからそういう状況を一緒にね進んでいけるような人っていうのが今後も徐々にでいいんで、そんなドカって人を集めるつもりはないんで、全く増えていければいいなって思ってます。ちょっとだけドラムの演奏などをして、もう下手ピッピッピーですから、このドラムで低評価つけないでくださいよ。本当にドラムの動画出すとね、メインチャンネルで出すといつも低評価が多くてね、まあド下手このクソ野郎ぐらいの低評価だと思うんですけど、それはド下手クソ野郎ですよ、私ベーシストですもんとか言って、まあとにかくこのドラムを2時間叩くことによって自分自身っていうのは本当にリフレッシュできる。で叩きながらいろんな出てくることってやっぱなんか感謝なんですよね。なんかよくわかんないけれども、海外から帰ってきてドラムポンポコ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 叩いてると、あー価値ありがとうだとか、タイで会った人ありがとうだとか、皆さんありがとうだとか、生徒さん本当いつもありがとうだとか、なんかねそういう気持ちが頭の中に充満してくる。だからハワイでいうホーオポノポノなんですよ。愛しています、許してください、ごめんなさいとかね、あれあるじゃないですか、ホーオポノポノ、ハワイの潜在意識との対話方法、それを私はこういった音楽を通じてできる感じです。あとはお風呂入ってる時もホーオポノポノっていうのがしやすいです。まあ、それと同じようにホーオポノポノじゃなくて黒沢のホーオポコポコですね。まあとにかくそんな感じでちょっとドラム叩いていきたいと思います。期待するなよ。2, 3, 4
はい、適当でも楽しい。グッド。ご清聴ありがとうございました。